イヤちゃんです。こんばんは。監視役のオネです。今日はバイエルンの昔からの都ミュンヘンに来ています。今日の配達は弾薬、サンクトペテルブルクに運んでね。ミュンヘン一期から10月革命ないかも言い切れないのが、ってやめてよ、テロップ表示しなきゃいけないじゃん。ごめんごめん。じゃあ行こうか。弾薬箱をドッキングしよう。またそんな物騒な言い方して。よし、接続出発。アウトバーンは飛ばせて気持ちいいね。なんかちんたら走ってるトラックいるんだけど、一丁冷たるか。ダッシングダメ。よし、もうちょっとで100マイルだ。高速で161キロ出してるトラックとか怖すぎ。なんで？アウトバーンだよ。トラックは80キロだし、乗用車も推奨130キロだよ。お姉ちゃん、うちの会社のモットー忘れたの？緊急車両より速達だよ。狂ってやがる。なんか事故ってるみたいだね。緊急車両が道塞ぐとか憤慨だわ。いかん砲発砲したいわ。銃弾運んでるしね。そんな物騒なこと言わないの。グー。国境まで来たよ。次はポーランドだね。アウトバーンがもうないよ。まずい、これ曲がりきれないかも。うわー、回転。根本的な疑問が生じます。なぜこの人はトラックのドライバーになれたのでしょうか。 I have control。 ちょっと待って、またぶつかるよ。今回は飛べなさそうだね。残念だわ。ふう、ポーランドっていいね。何事もなかったかのように戻るな。というわけで、バルト海の要衝シチチンに到着です。鉄のカーテンの端っこの街として有名だね。実際はリューベックあたりだけどね。え、その信号行かないの？車いないし行っちゃおっか。信号無視だよそれ。てなことしいらない。邪魔なトラックいる。追い越し禁止って見えなかった？ほら、何も来てなかった。まもなく左方向です。鐘が鳴ってるね。お、まだ遮断機降りてないよ。え、見えない壁にぶつかったんだけど。だって普通行かないからね。止まればいいんでしょ。止まれば。貨物列車か。ああ、長かった。そういや、パーキングブレーキ解除する音、某入国審査ゲーのハンコみたいな音だね。また赤信号だ。当たり前のように避けてくのやめない？やめないよ。一旦給油するか。オッケー、行っちゃいましょう。カリーニングラードの国境検問所まで来たよ。一回目のロシア入国だね。せっかくだから来た判定だけもらいに行きます。よし。もらえた。それじゃ U ターンだ。普通の道で U ターンはまずいって。同じことを二度はしないよ。踏切はちゃんと止まってもらっていいかな。43マイルオーバー。ヒャッハ。こんなの嘘でしょ。なぜなんですか。まっすぐな道を作る方が悪いよね。え、二度目のロシア入国だ。ついでにプスコフにも到着。今度は貨物じゃないみたい。ということで、サンクトペテルブルクに到着です。トラック入れたら、エクセレント。なんか変な音するので修理行きます。そりゃあんな変な運転してたらね。修理終わり。いやー、完璧な運転だったね。まあ、ガードレール飛び越えは見せ場としては十分だけど。右方向です。で、怪我したら労災請求するからね。かかってきなさい。はい、今日はこんな感じです。ガードレールジャンプを見せたくて動画になりました。チャンネル登録と高評価もよろしくです。それじゃあまた次の動画で。バレー。